こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日はご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方は足ですね。足裏のアーチがなくなっていて冷えていて、であとふくらはぎがパンパンに張ってるんですけど、何かいいケアはありませんかというご質問でしたので、そちらにお答えしたいと思います。まず全部同じ状態になってるんですけど、というのが例えばこれが足だとすると、足が緊張してしまって、こういう、わかりますか、ぐーっとずっと力が入ってる状態だと、地面についてもこういう風にもうちょっと反った状態で当たってるから、アーチはないですよね。でないですし、あと冷えと向く、ふくらはぎが張ってるよっていうのは、要はここで循環が起こってなくて、ふくらはぎで循環が起こってなくて、熱を作れないから冷えてるし、で循環してないからむくんでるよということですね。ちょっと難しい話になるんですけど、ここのふくらはぎのところの間質、あとはまあファシアの部分で水が動かずに溜まってる状態をむくみというんですけど、その水が動かなくってむくんでる状態だと、その細胞に酸素と栄養が十分に行き届かなくって、その酸素と栄養が十分に行き届かないと熱を作れないので、作る量が少なくなるので、そうすると冷えるよねというふうに、先ほどやったみたいには足そのものがぐっと力が入りっぱなしで、こういうふうな形で動かしていくと、地面に当たった時にアーチはないし、ここが常に緊張している状態なので、循環が悪いからむくんでるし、冷えるよねという状態です。でもうこの解消方法っていうのは、単純にこうなってるのを緩めましょう。ここそのもの、足そのものですね。そうするとこの状態でこう足がつく時に柔らかいので、そうするとちゃんと足裏のアーチ、要はこの手だったら手のへこみができたまま足に当たると思います。でこの軽く手で実験してもらっても分かると思うんですけど、ダラダラーンとしてこうした時に、この足のそのふくらはぎの部分に相当する、手でもこの前腕ですね、前腕がなるんですけど、ダラダラってした時にこうするとキュッとここに緊張が入ると思います。緊張が入って離すとダラーンとする、緊張が入ってダラーンとする。でこれで筋肉っていうのは緩んだ状態、要は柔らかい状態で循環ができる状態になります。もうこうやってキュッポンキュッポンですね。もう今やってもらっても分かるように、こう緊張と弛緩、まあ柔らかくなったり硬くなったりっていうのを手だけでも感じれるようになると思います。で感じれない人っていうのは、この手にずっと力が入ってるはずなので、こういう感じでやって、もうダラーンとしてキュッとするときに緊張が入ってダラーンキュッですね。これができればいいんですけど、この結局手がこう、手じゃない足ですね、足がこう緊張しっぱなしの状態が結構本当に多いので、なのでこの足そのもの、もっと言えば足指とか足裏そのものを緩めるケアが有効になります。でその足裏そのものを緩めるケアと、今こうやったみたいに、これってもう単純に歩くことですね。片足が地面ついて浮いて、地面ついて浮いて、地面ついて浮いてっていうのを繰り返すだけで、自然とむくみが解消するし、冷えも解消するようになるので、その前段として、これが硬いといくら歩いてもそれがならないんだけども、緩んで柔らかい状態だと歩くだけでそれが起こりますので、この緩め方をご紹介していきたいと思います。でケアとしては、足指ワイワイという方法になります。で、まず最初で手で説明、後で足も説明するんですけど、こういう風に親指があって4本指があると、こうあるとすると、親指を内側にくるくる回して、4本指を外側にくるくる回す、もうただ単純にこれだけをします。ただこれだけをするんですけど、先ほど言ったみたいに、こう足がぐっと硬くなってる時に動かそうとすると動きにくいんですね。なので動きにくい時は無理やり動かすんではなくって、動く範囲で動かすことが大事です。で足の指を、これが足の指だとすると、こうやっていろいろこう動かしてもらうと、柔らかい位置が絶対ありますので、その柔らかい位置で柔らかい状態をキープしたまま回せる範囲ですね、いろいろ動かしていって、柔らかい部分だったら
柔らかいままで回せるんだけど、硬いとこまで動かすと硬くなっちゃうので、そこまでいくと動かしすぎですので、柔らかくなる位置を探して柔らかいままくるくる回す。こっちの4本指も同じです。4本指も柔らかい位置を探して柔らかい位置でくるくる回すっていうのをしていただくと、だん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 足がこれですね、この足がこうなってきて、あとはその状態を作って歩くっていう方法をご紹介していきます。それでは実際の足のケアをご紹介していきます。よろしいですかね。で、足としてはこうなるんですけど、先ほどちょっとご紹介したように、足のその指が動きやすい位置か柔らかい位置を探してもらって、こうなんとなく動かすと、あ、この辺がちょっと軽いな柔らかいなっていうのがあると思います。こちらも同様ですね。あ、この辺かな、あ、この辺かなってなったら、あとはもうこのままくる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 回すだけです。これはそんなに急ぐ必要がないので、ゆったりと、例えば100回ぐらいするとか5分ぐらいする、まあ5分の方が数えなくていいので、タイマーかけて5分こうずっと片足するで、終わったら反対の足をするっていう風にしていただくと、やりやすくなると思います。その時にも同じです。柔らかい位置を探して、柔らかい位置を探して、でくる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 と回して、でこれが回した後にできればです、これはもう特に時間があればそうなんですけど、5分やった後に実際にその辺をこうやって部屋の中でいいので、こうやって実際に歩いてください。ペタ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 、本当にその場歩きだけでもいいですし、実際に歩いていただくってもいいと思います。で歩いたりその場歩きをして、でもう一回しましょう、くる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 ですね、っていうのを繰り返せば繰り返すほど、ここの足が柔らかくなってアーチができてきますし、動かせば動かすほどここの循環が良くなってむくみが解消するし、熱をどんどん作りやすくなっていきますので、もちろん時間の加減があったりはすると思うんですけれども、で何回も繰り返していただくといいと思います。ただ繰り返す中で、まず最初に足を緩めたんですけど、緩めた後に歩いて、でその後にまた緩めて、でこの後また歩いてもいいんですけど、緩めるで終わるようにしてください。歩いて終わるんではなくて緩めて終わるようにしてください。というのが、どちらにしても結局歩くので、なのでなるべく緩んだ状態っていうものを作っておきたいので、なので緩めるで終わるようにしていただくと、よりその循環が良くなりますので、緩めるで自分の中で終わるようにしてください。まあなので先ほど言ったみたいに、結局日常的な動作で絶対歩くって出てきますので、5分緩めて、でその場歩きもしくは部屋の中を歩いて、でもう一回5分するっていうのが多分いいのかなと思います。だから5分右5分して左5分して歩いて、でまた右5分して左5分して終わりっていうのが、まあ現実的にはいいのかなと思いますので、ぜひ足裏のアーチで足の冷えで、むくみの張りですね、あ、むくみの張りじゃない、ふくらはぎが張ってる状態、むくんで張ってる状態が気になる人なんかは、これをするようにしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。リンパケアサークルゆるふわの方では、メールマガジンを発行しております。興味のある方は下の概要欄に登録フォームがありますので、ぜひ登録をしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。